先進もうぜ。なあ、しゅよし、やべえ！力がみなぎってくるね。よし、やるぞ。やってやるから。これはチャンスってことだね。僕なら弱点をつけるよ。うん、上出来。うお、どうやら弱点を狙えそうだね。よし、やっちゃえ。俺の出番だな。我が輩の出番だ。OK、いくよ。いいね、実にいいよ。さすがってとこだな。悪いな、バレてんぜ。よし、うまくいった。はい、はーい。くっそ、
険だな。よし、行くぜ。よし、やるぞ。やってやるから。ちょっと、まずいかな。地獄は、この程度で。アンガト。いいぞ、ボンサおい、立て直せるか。こりゃ、一大事ってやつだぞ。俺の出番だな。容赦しないかんね。パンサー最高くらえ。助かったぜ。そんな。おい、立て直せるか。こりゃ一大事ってやつだぞ。我が輩の出番だ。それ。ありがとう。嘘。危険な状態だぞ。無茶すんな。危険だな。よし、行くぜ。オッケー、行くよ。くらい。観念しろ。嘘。危険な状態だぞ。無茶すんな。大ピンチってやつ。俺の出番だな。よし、やるぞ。見て。きれい。ダイヤモンドを見つけた。ダイヤモンドを見つけた。今なら弱点がつけるかも。オッケー、ナビありがとう。我が輩の出番だ。やってやるから。それ。オーナーやるじゃねえか。このチャンスもちろん行くよな。ジエンドだ。これでダメなの。はい、はい、スカル、続けて。おいおい、なんだよ、様子がおかしいぞ。ビッグチャンス。弱点狙い放題だ。オッケー、行くよ。モーナーやる。よし、総攻撃のチャンスだ。我らの恐ろしさを味わえ。タフだ。そういうことする。何よ。任せた。おい、邪魔れ。おい、立て直せるか。大ピンチってやつ。よし、やるぞ。やってやるから。モーナー、やるじゃねえか。ジョーカーのペルソナが成長。新技きたぜ。よっしゃ。我が輩にふさわしいスキルだ。おったっから、おったっから。
して君たちもペルソナ使い？ああ、そっちも同じみたいだな。俺たちの他にもペルソナ使いが。不思議な縁を感じるな。うん、私もびっくりしちゃった。すごいマスクつけてるし、最初は敵かと。はは、旗から見たら確かに変だよね。うん、そうだね。とっても個性的だと思う。そうだ、さっき言ってたことなんだけど、テオドアのことを知ってるの？ああ、知っていると言っても出会ったばかりだけどね。そっか、よかった、テオが無事で。突然はぐれちゃって心配してたんだ。向こうも君のことを心配していたよ。早く再会できるといいね。うん、どうもありがとう。あ、そういえば自己紹介まだだったね。私の名前は、よろしくね、みんな。あ、ここで会ったのも何かの縁だ。よろしく頼む。それでね、さっきから気になってたんだけど、お面だけじゃなくて、みんなの格好ってなんていうか、怪盗みたいだね。おい、やばくね？正体バレたんじゃ。正体？バカスカル、墓穴掘ってんじゃねえよ。まずいな、格好のことどう説明する。怪盗団？マジですかよ！しかし彼女、全然ピンときてないみたいだな。ひょっとして怪盗団を知らない？え？嘘！ここ最近は毎日ニュースとかネットで騒がれてるはずだよ。本当に聞いたことない？心の怪盗団って。ごめん、何のことだか。ニュースはよく見るんだけど。おいおい、マジで知らねえみたいだな。怪盗団って実は全国区じゃねえのか？確かに地域が違えばニュースも変わる。しかしそれにしても、何にせよ好都合じゃないか。それにとりあえずはここを脱出するのが最優先だと思うが。ああ、町の人が話していた僕たち以外の族って彼女のことじゃないかな。だとするとあまりここで長話もできない。映画館に戻った方がいいと思う。映画館？私ここもどこだかよくわからなくて。どうやら我が輩たちの方がいろいろと知ってるみたいだな。わ、猫が喋った。猫じゃねえし。今更その反応かよ。さっき一緒に戦っただろ。あ、そういえばそうだったね。この子もペルソナ使いなんだよね。ちげえし、可愛く言ってもちげえし。わがい、なんかもう疲れた。モナのこともそうだが、俺たちのことも説明はしておいた方がよくないか。同じペルソナ使いだ。事情は分かってくれると思う。話ならば映画館へ向かうがてらに歩きながらでもできる。そうだね、テオドアさんにも早く会わせてあげたいし。テオのところまで案内してくれるなら私も一緒に行かせて。じゃあ決まりだな。一旦戻ろうぜ。ここが映画館？あの世界がこんな場所に繋がってるなんて。ああ、俺たちもマジでビビったぜ。
まだちょっと信じらんねえ。ようこそ。私、支配人のナギと申します。はじめまして。お世話になります。ここへ来る前にみんなから軽く映画館の話は聞きました。私もここから見ておりました。お怪我がなくてよかったわ。よかった、ご無事だったのですね。あ、テオ、ごめんね、心配かけて。みんなに助けてもらったんだ。皆様に私からも改めて感謝を。私の大切なお客人を助けていただき誠にありがとうございました。なるほど、お世話になった以上は叱るべきお礼をしなければなりませんね。そうですね、たこ焼き100パックで足りますでしょうか。たこ焼き、俺としては大歓迎だ。からしマヨネーズで頼みたい。もう冗談はやめなって、テオドアさんが本気にしちゃうじゃん。で、改めて尋ねるが、一体2人はどういう関係なんだ。うまく説明できないけど、私がずっとお世話になってる人かな。すっげえアバウトだな。難しいこと言われてもわかんねえけど。っていうか、あれ？みんなその格好？あ、服か。やはり戻るんだな。戻る？あの服って変身するの？説明すると長くなるんだけど、簡単に言うとうちらの仕様みたいな？え、すごい、かっこいい。そういえば、うちらのちゃんとした自己紹介ってまだだったよね。だな。情報共有も兼ねて、改めてしとこうぜ。認知の世界で心を盗む怪盗団か。全然知らなかった。聞いた限り、同じペルソナ使いでも私たちとは勝手が違うみたい。そっちは服とか変わんねえんだな。同じペルソナ使いなのに。うわっ！お前が映画の中にいた例の。おお、やっと出てきたな、双葉。あなたがみんなのナビをしてるっていう子だね。さっきは助けてくれてありがとう。私は別に何もしてない。ああ、ごめんね。この子ちょっぴり人見知り激しくて。ううん、誰だって初めては緊張するよ。よろしくね、双葉ちゃん。あ、双葉ちゃん、そのヘッドフォン。かっこいいね。双葉ちゃんも音楽好きなの？うおこいつの良さが分かるとは。何も一度も触れられたことないのに。ひょっとして話せるやつなのか。おほう、オーディオマニアか。ちょっと語り合いたいな。ところでテオ、課外活動部のメンバーは？ユカリア純平はこっちに来てない？今の時点では何とも言えませんが、その可能性は大いにあるでしょう。この方もお仲間の皆様ともどもこちらの世界に来られているわけですし。そっか。ねえ、みんなは映画の中にいる友達を助けに行くんだよね。当たり前だろ、我が輩たちの大事な仲間だからな。そうだよね。私も少しでも可能性があるなら自分の仲間を探したい。決めた。私も一緒に行かせて。みんなの仲間探しも手伝うよ。おお、それは助かるぜ。お前なら戦力になるしな。我が輩としてはぜひ仲間になってほしいや。どうだ。うん、ありがとう。
改めてよろしくね。こちらこそよろしく。大丈夫、みんなで探せば仲間もきっとすぐ見つかるよ。ありがとう高牧さん。編んでいいよ。っていうかむさ苦しい男子に囲まれてそろそろ限界だったし。おい、誰がむさ苦しいんだよ。ひかりちゃんだよね。みんなから話は聞いてるよ。私もここにいてもいいかな。あ、はい。どうもありがとう。あのすげー、コミュ力マックスだ。ああ、俺たちに不足しがちな陽のパワーを感じる。光、大丈夫そうかな。どう思う双葉。なぜに私？だってねえ、双葉と光って。まあ自覚がないわけじゃないな。なんというか。少し前までの自分を見てるみたいでちょっと苦しい。そっか。でも双葉だって今は私たちとこうして話してくれてる。光もきっと心を開いてくれるよ。あ、うん。じゃあ彼女に映画館の中を軽く案内しようか。これから使う機会も出てくるだろうしね。ああ、そうでした。施設といえば、皆様をお連れしたい場所がございます。お、なんだなんだ。百聞は一見にしかずと申します。さあ、まずはこちらへ。ここって、売店？ようこそ皆様。首を長く長く、我が主の花よりも長くしてお待ちいたしておりました。そこまで伸びてないように見えますが、それよりも姉上、まずは私のお客人にご挨拶を。あら、これは失礼いたしました。エリザベスと申します。不肖の弟テオドアの姉でございます。あなた様のことは常々テオより伺っております。はじめまして。エリザベスさんのことはみんなから聞いてます。それにしてもテオにお姉さんがいたなんてちょっとびっくりしちゃった。姉エリザベスは少し、あ、いえ、かなり世間知らずなところがありまして、ご迷惑をおかけすると思いますが、どうかよろしくお願いいたします。気の向くまま、風の吹くままがモットーでございます。エリザベスさんもテオと一緒にここへ？ええ、一瞬の出来事でございました。気づけばテオとこちらの映画館に。主は不在でしたが、確かにあの時我々はベルベットルームにおりました。それが突然この映画館へとつながり、その形をも変えたということですね。ベルベットルームはお客様の定めとは不可分の部屋、全く無意味なことは起こらないという厳密なルールがございます。つまり私たちがここへ来たのには意味があるということ？その答えはどうぞご自身でお導きください。とは言いましても、私たちもただ手をこまねくわけではございません。皆様の旅のお手伝いとしてテオにショップの準備を進めさせておりました。お、どれどれ、早速。お待ちください、まだ仕上げが残っております。姉上、開店準備は全て整えてあるはずですが。開店というにはいささか盛り上がりに欠けます。開店の儀式とはじゃんじゃんバリバリと景気よくあるべきなのですよ。あ、もちろん知ってますとも。じゃんじゃんと血は筋肉踊るようにバリバリと
お祭り騒ぎをするのでしょ。ええ、最後にその仕上げをしなくては。テオ、ちょっとこちらへ。エリザベスさんの勢いに押されて何も言えなかったけど、テオ、大丈夫かな。あ、戻ってきたみたい。お待たせしました。テオ。姉上、本当にこれが回転のために必要な装束なのでしょうか。テオ、わからないのですか。恥じらいと共に訪れる不思議な高揚感が、これぞお客様を迎えるための回転の儀式、おもてなしの心、着ぐるみです。なんと言われてみれば身まで浮くような気分ですね。おっと、風船を持っている腕まで天に昇りそうに。これ、ツッコミ入れるべき？入れ始めたらキリねえだろ。スルーしろ。天然系と苦労人、深刻なツッコミ不足。改めまして皆様、私がこの売店を担当させていただきます。商品の販売も含めまして、今後は新商品も追加していきます。新商品？この状況でどうやって入荷を？皆様が映画の中で得たものを私が商品として加工いたします。このポップコーンメーカーを使って。え、どういうこと？では実演販売といたしましょう。今回は特別に私が材料を用意しました。これをポップコーンメーカーに入れてスイッチオン。立派な武器の出来上がりですね。簡単でしょ。いや、なんでだよ、ツッコミが追いつかねえわ。ポップコーンとはトウモロコシの実を炒って内部を膨張させたもの、つまりは秘めたる可能性の権限。それはポップコーンメーカーだからこそできる奇跡の技です。無理やり押し切った。もし足りない素材がありましたらこちらからお伝えいたします。ただし不足分の提示はお持ちになった素材からの判断になります。ご了承ください。なるほど、何が足りないか知るには一つでも他の素材がいるんだね。売るということは協力するとはいえ、お金は取るということか。物には対価を払う、世の摂理です。摂理は犯されざるものです。ご承知おきくださいませ。凪様より諸々の引き継ぎもしております。ご安心して今まで通りご利用ください。今までにお売りいただいた素材がある場合、そこからの新商品も追加しておきます。店はできたし、仲間も増えた。張り切っていくしかねえな。じゃあ館内で準備を整えたら映画に戻るぞ。誠と春が心配だ。映画、みんなが来て新しいシーンに、この先も変わるの？彼らを信じて今は見守るしかないですね。一体どんな映画になるのかしら。おい、おい、
まさか。何？つまり、新たな可能性を生む合体ですね。いいだろう。何を聞きたいんだ？調べてやろう。いかがでしょう。仕方ない、見せてやるか。閲覧なさい。こいつでいいのか。いいんだな。何を聞きたいのですか？また来なさい、囚人。